どうぞ。今日、名古屋市東区の愛知県美術館ギャラリーで開幕した日展名古屋展。会場には絵画や彫刻、工芸美術などおよそ500点が展示されています。この中で公園で遊ぶ姪や甥の姿を柔らかなタッチで描いているのは名古屋芸術大学の4年生大竹しおりさんの作品で、今回初めての作品出品で愛知県知事賞と CBC 賞を受賞しました。暖かい空気をちょっと感じれる場面があるとなんかすごく落ち着くというか、でそれが自分だけでなくて他の人にも伝えられたら。日展名古屋展は来月12日まで開かれています。